あの、私一応緊急の連絡とか、なんか仕事関係のね、連絡が必要ってことがあると思うんで、公開しているメールアドレスと、それからツイッターのダイレクトメッセージをどなたからも送っていただけるような、えー、体制にしております。で、あの、そこにはですね、個人的なあの質問ごとについては一切お答えしませんと書いてあるんですが、まあ日々ね、あの、それがあの、読んでないのか、あの、それでも回答してもらえるからと思ってるのかわかんないんですが、あの、日々大量に私に個人的な質問が送られてくるんですよ。回答しないって言ってんのにね、まあ、通じてない、通じてないというか、その、多分お知らせしきれてないっていうところが多分多いんだと思うんです。 で まあ、あの、ずーっと大量のメールをですね、無視し続けるということになってたんですが、まあ、ちょっと悪いなという気もするし、まあ、こんだけ私の、に何か相談したいという需要があるんだったら、お答えするのもいいかなと思ってね、今回から、あの、その質問を、あの、まあ、そ、あの、なんですよ、質問に相談したいとかで、そういうふうなことを、あの、書いてもらえれば、え、その方の、えー、お名前とか、あの、それを隠しますが、あの、ここからここまで、あの、こう、公開してくださいみたいな、そういうふうに分かるようにしてくれたら、まあ、こんな感じで、その質問文をね、公開させていただくという、えー、条件が、 その条件に、えー、ちゃんと適合する場合にはですね、えー、ここにまあ載っております通り、えー、これですが、あのー、質問にお答えするということをやりたいと思います。これ大丈夫ですね。なんか変なもの映ってないな。あのー、反射でね、えー、なんかこう物が映ったりっていう、あのパソコンのあれが映ってるかあるんですけど、まあ大丈夫そうですね。えー、Twitter で、えー、読み、えー、Twitter で読み、相談の連絡をさせていただきます。ちょっと私読むか。えー、この度ご連絡いたします。 私は現在、高校3年生です。今月、推薦入試に合格し、富山大学への進学が決まりました。おめでとうございます。その合格に対する嬉しさの反面、えー、現在付き合っている彼女との遠距離恋愛に不安を抱いています。まあ私そんなことやったことはないわけですが、まあそれでも回答はします。再生できるかどうか、再生取れるかどうかっていうのは質問のね、回答の基準です。えー、彼女の住む、兵庫県と進学先のある富山県を行き来するのには、何より交通費等の金銭面で大きな負担がかかります。 そのため、今のように頻繁に会う機会は減るでしょう。この不安を少しでも解消できるアドバイスをスーツさんから頂戴し、気兼ねなく富士山に行きたい。あ、しかまじゃ富山に行きたいと思ってます。富士山に行かないな。ありきたりな質問に恐縮ですが、ぜひとも、その白色な、えー、白色と経験からアドバイスをいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。まあ、あの、僕遠距離恋愛どころかね、まともに恋愛もしたことはないんですが、え、でも、富山から兵庫って近くないですかあの,、えー、あの、私ね、 まあ、しょっちゅう行ってますけど、まあ、あの、頻繁に、明日もちょっと大学行く前に新潟行ったりするの。まあ、それは、あの、仕事でそういう移動する仕事をしてるからってわけでして、 あのね、東京と新大阪の間を毎日新幹線の運転手は行ったり来たりするし、あの、ニューヨークまでね、飛行機であの毎回飛んでる、えー、パイロットとかもいるわけですんで、まあ、それ近い遠いっていうのはあの人それぞれの感覚なんですけど、でも富山から兵庫ってとりあえずあの、神戸と仮定させてもらいますけど、神戸じゃなくてね、もっと遠くだったらあの、またそれはそれなんですが、あの、富山から神戸だったら近くないですかえー、だって、ねえ、多分バスとか安いと思うんですけど、 えー、バス、バスないのかな多分なんか、なんかあると思うんですけどね、あの乗り換えアプリ。確か私前に調べましたけど、3000円ぐらいで行けるバスあるんじゃなかったかな富山から神戸まで。まあ、そ、そんぐらい別に青止めば、 まあ私はあのー、いわゆる恋人が週に何回会うのかとか知りませんけど、まあ週にす、あのー、5回とかね、あのー、週7回会いますっていうのは、それはあの、無理だと思いますが、別に週1回とかね、土日休みなわけじゃないですか。なったら、あのー、別に簡単に会いに行けるんじゃないですか。だって、えー、神戸から、あじゃあ富山から、えー、神戸まで行く。まあ大阪だとしますか、例えばね。まあその人兵庫県から大阪まで毎週末、例えば出てきてもらうとして、で、えー、大阪で会うってなったら、 ええー、一週間に、まあ、例えば、五千円かかるとするじゃないですか。大阪から、ええー、兵庫まで来るのに、ええー、大阪富山から大阪まで来るのに。で、まあ、あと、往復で、まあ、一万円か。一週間一万円。月四万円で、まあ、四回会いに来るんだったら安くないですか別に、その程度ね、まあ、富山県の最低賃金いくらか知りませんけど、まあ、アルバイトとか一生懸命やれば、まあ、ええー、 週10時間だったらできるでしょまあ、でも10時間だけじゃなくて、ね、もちろん他にもお金は必要なんで、あの、生活費とかもあの、稼がなきゃいけないかもしれないですけど、4万円ぐらいならなんとかなんじゃないですか僕も高校時代の時とか大変でしたよ。もう、えー、まあ自分がね、寝台車とか好きだったんで、やっぱそういうの乗るには月10万ぐらいが必要なんですよね。まあ8万ぐらい月稼いでたかな平均でね。えー、高校の授業終わった後、えー、まずバイト先行って、まあ、 16時から21時までの5時間とかでね、やるんですけど、疲れましたね、毎日ね、お客さんもいっぱいいるし、もう物を売ってたんですけど、あの、息をするのも困難なぐらいでしたが、まあ、それで、一、えー、回働くと、まあ、あの、準備の時間も、給料もらえたんで、一回5,500円、それを週に5日、まあ、毎週5連勤ですよ、やるんですよ。で、まあ、そうすると月間あたり、えー、結構な金額になりますよね、いくらだったかも忘れましたけど、まあ、5時20で、えー、週に20、うん、20何回か出勤するんですよね。で、そうすると、やっぱ11万ぐらい、 ぐらいにななるじゃないですかまあ、そのぐらい働けば余裕なんじゃないかなって気がするんですが、まあ逆になんかそんぐらい働くっていうことを考えたときに、わ、ちょっとめんどくさいなと思うよだったら、まあその人と別れて富山行ったほうが、富山富山にも女の人はいますんでね、あの、そこでまた新しい彼女を見つけたほうが早いんじゃないですかな、早いんじゃないかなって気がするんですけど、あの、まあ、えー、それは相手をどの程度重要に思ってるかどうかなんですが、まあ4万ぐらいだったら工面できるだろうし、その女性があの、何歳かとか書いてありましたっけなんか書いてなかったような気がするな。 なかった気はするんですけども、もし書いて、えー、その女性が、あの、高校生とかなんだとしても、 高校生だってね、あの、ま、受験生とかだったら忙しいのかもしれないですけど、ある程度の金は用意できるでしょう。あの、向こうにも金を負担させて、そう、あの、向こうが金を負担するかってことも重要ですよ。あの、お互いにね、あの、意思が合致して一緒にいたいと思って交際してるわけですから、あの、この、富山に行かれるこの相談者の方だけが、え、お金を負担するなんてことがないように、あの、ま、それはお金がどうこうっていうよりも、あの、両方とも、あの、苦労を分かち合うということですね。ま、だとすれば、例えば、そのね、あの、一週間交代で、 えー、一人が、例えば、あの、大阪で落ちちゃうっていうんじゃなくて、まあ、例えば、それぞれね、あの、まあ、ホームグラウンドで過ごした方が安いと思うんで、えー、今週は、えー、富山から、えー、兵庫に行くと。で、じゃあ来週は兵庫からこっちに行くみたいなことやれば、そんな別に過酷なことないと思うんですけど、で、夏休みとかだってね、あるだろうし、帰省とかもするだろうし、あの、今の時期なんかね、青春18キプというのもございまして、えー、富山から、あ、富山か、 富山からだとね、あの、わざわざゲロ温泉の方回っていかなきゃいけないんで、ちょっとめんどくさくなりましたけど、まあ、ともかく、あの、2000円ぐらいあればね、あの、富山から、えー、兵庫まで移動するということもできます。2500円ぐらいかな。まあ、そういう方法もあるし、まあ、1週間1万円ぐらい、大したことないでしょ。頑張って用意してくださいよって感じですね。えー、でも、まあ、大学、在学中にいろいろとあの、お金稼いだりっていうことも、あの、他にね、やんなきゃいけないこともあるし、大変だと思うけど、 ま、これがね、あの、札幌とかだったらまだ話は違うと思うんですよ。あの、北海道大学に行くことになりまして、あの、大阪と札幌とで離れるんですけど、これはちょっと遠いからなまあでも LCC とかあれば安いんでね、あぁ。あのー、多分まあ、高速バスとかで調べると、えー、何千円、えっ、ー、と、富山から神戸までが、えー、3000円とかなんか、5000円とかなんかそういうぐらいっていうことでしたが、なんかもっと安い夜行ツアーバスみたいなのとかあるんじゃないですか で、なんかね、うまく、例えば、えー、金曜の夜とか、まあ、例えば金曜日は、あの、大学全休とかにしとくといいんじゃないですかね。あの、もしくは月曜日とか、あの、そういうのって、富山大の理系に行かれるのかな。 もし理系だと、あの、必修科目があるから難しいのかもしれないですけど、あの、金曜日か月曜日のどちらかを完全にお休みにしておけば、あの、3日間、えー、休めるじゃないですか、ね。で、そしたら、まあ、その、週に3日だけは、あの、大阪に帰るとかすりゃいいんですよね。例えばね。そしたら、あの、その間中、あの、何回か会う機会もあるでしょうし、いいんじゃないですかあの、頑張って、えー、バイトなり、まあ、もしくは、 あの、最近ではあの、ユーチューバーもありますんでね。あの、ぼっち系ユーチューバーっての儲かりますよ。あれ、ただぼっちでね、あの、飯食ってるだけで金もらえますんで、それやったらどうですかあの、富山大学の中で勝手に撮影して、えー、一人で弁当を食って、友達いないとか言って、なんかこう、そんなこと言って、嘆いてるみたいなことをやって、まあ、それであの、チャンネル登録者1000人いけばね、あの、お金もらえるようになりますんで、あの、ちょっとは足しにすると。んで、あの、 友達いなくてもね、別に、あの、ふるさとの兵庫県に、あの、ガールフレンドがいるんだったら、その人と、あの、過ごしてり別に、富山大学に友達とかいなくてもいいと思うんですけど、まあ、でもそうすると、受験、受験じゃ、あの、試験とかが大変なのかな。まあ、大学の勉強と、それから、その、ガールフレンドとの関係をどっちを大事にするのかってもありますけど、あの、僕もね、あの、よく知らないですけど、大学の試験とかの単位ってのはね、勉強しなくても取れるものらしいですよ。<laughs> あの、勉強しないで取れるような単位が、勉強しないで、 その間、バイトしてお金貯めたらどうですかねそういうことも重要だと思います。まあ、その、えー、ガールフレンドさんは、あの、嫁さんにするつもりがあるならってことですけどね。僕だったら、あの、嫁さんにしようと思わない、女の人と付き合おうとは思わないので、まあ,あの、だからこそ、あの、今まで女の人と付き合ったことはないわけですけども、まあ、あの、それはそれと、あの、いうことですが、あの、まあ、頑張ってください。あと30秒はな、どうせなら10分にやりたいんですけど、内容薄いですかこんぐらいだったらいいと思うんですよね。うん。 まあだから、あの、今のように頻繁に会う機会は減るでしょう。 その不安を少しでも解消できるアドバイスをスーツさんから頂戴し、気軽なく富山に行きたいと思ってますことなんですけど、あの、富山なら頑張ればなんとかなると思うんですよ。そう、頑張ればなんとかなる範囲で、まだ良かったじゃないですか。あの、合格おめでとうございます。えー、気軽なく行ってください。大学生活大変だと思います。忙しくて、私もね、休む間がないけど、でも大学と、あの、全国、あの、撮影して旅行して回ってる私のこの仕事だってなんとかなってんだから、あの、大学と、えー、バイトと、まあ、そして、えー、毎週末の帰省とかね、 そんぐらいのことはできますよ。なんかそうやったらなんかそのガールブレンドさんもね。 あの、毎週末帰ってくれたら、ウォーって思うかもしんないけど、あの、喜んでくれるかもしんないけど、あの、向こうにも、ある程度の負担はしてもらいましょうね。じゃないとあなたが潰れちゃいますし、あの、長期的な、あの、関係の維持は無理だよ。そう。あの、相手と負担を、あの、分かっちゃった方がいいと思いますよ。あの、じゃないとね、さすがに頑張れば何とかなるって言ってもね、あの、他にもやりたいこともあるだろうし、あの、バイトした金がほとんど生活費と、その交通費に消えてくんじゃね、あの、大学生活を他に得るものもないですから、何のために大学がいいのかってこともあるとね、あの、向こうにも、え、協力してもらいましょう。じゃあ、はい、どうもありがとうございます。